昨日の夜から今日未明にかけて、ナヨドなどでオーロラと流星群の幻想的な天体照が観測されました。これは昨日夜から今日未明にかけて、ナヨドで撮影された映像です。太陽の活動による大きな磁気嵐で夜空を赤く染めた低緯度オーロラとピークを迎えたペルセウス・座流星群の幻想的な天体照が見られました。 タイミングによって全然見え方違う、面白いですね。天空館。すごい、ズバーンっていうのも結構見れました。なんか珍しいので、すごい嬉しいです。<laughs> 天体ショーはオホーツク地方でも撮影され。名寄市て、名寄市立天文台は。テイドオーロラはまだ来年にかけて現れる可能性があると話しています。